はい、こんにちは。武勇の試練、レジェンド英雄なしでレイドに勝利。では行きましょうか。はい。相手は、挑発持ちなんで、メレンドル活躍してくれたら嬉しいです。こちら星4チームで、火力不足なのを補うために、テトークとオーラを入れています。星4チームの要プロテウスを入れています。2色チームなので、回復薬は2色に入れています。いけそうですかね。はい、いきます。もう右から攻めるか左から攻めるかじゃなくて盤面との相談ですね。はい、いきます。チームパワー差がいかんともしがたい。では紫竜を作るのも魅力的ですが、ここ行きましょうか。紫竜を作るのも魅力的ですが、とりあえず緑ダイヤを作って、赤ダイヤを使うのも魅力的ですが、あわよくばフリーダ倒せるかもしれない。緑ダイヤいっちゃいましょうか。うーわ、惜しい。それでは、まずフリーダを、鉄塔どうしましょうかね。とりあえずビビッカに対してオーラを当てて倒せんかった。そっか、倒せんか。ではしゃあないんで、ビビカに対してテトークを当てて、何ぼあと25か。しゃあないんで、ビビカに対してテトークを当てて、で、カディレン回避が発動してからメレンドル使いましょうか。とりあえずここ行きましょうか。はい、相手は回避が発動して、こちらメレンドルを使って回復して、ここはもうここ行っちゃいましょうか。ブラックナイトが、ただのかすり傷を発動しましたが、そうか、そうですよね。とりあえず、ディガルドは使っておいて、でもって、ここで、倒せるか。フリーダ倒せるんで、ここ行きましょうか。行けましたね。挑発が、あと2ターン、遊びましょうか。1ターン。マナ溜まりすぎるけど、ここ行きましょうか。2ターン。はい、耐えてますね。では、プロテウスで止めて。止まりましたね。止まってるうちに、赤ダイヤ行きまして。止まってるうちにたくさん消しまして。グリンブルが溶けたけれども、ここ行きまして。
あと一歩、あと一歩、あと一歩。では、リガルドで回復しておいて、とりあえずこれでカディレン倒せますかね、倒せますかね。いけましたね、いけましたね。では、では、残り少ない、ブラックナイトに対してオーラを当てて、グリンブルはどうせ打ってくるんで、プロテウスではこれ止められないんで、とりあえず無駄玉当てておいて、耐えますね、耐えますね、耐えますね。では、グリンブルを止めて、止めて、マナシールド。どうしましょうか。ここはもうちゃんと勝ちたいんで、ネチネチプレイに移りましょうか。テトークを当てて、オーラを当てて、チームパワー差結構あったんですけど、なんとか、なんとか。ああ、まあなんとか。よかったよかった。では一応確認しておきましょう。ああ、これもらいましょうか。まあまあまあ。あ、結構当たりかな。当たりの部類かな。武勇の試練を。はい、ありがとうございました。